投入が考えられますのが大津、ファビアン・ゴンザレスといった攻撃のしっかりと一人でも仕事ができる選手たちです。流れを変えれる選手はいますからね、はい、そこにどうつなげるかですよね。ガブリエル・シャビル、相手を背負って前を向く、2人に囲まれて倒れません、ね、ガブリエル・シャビル、金子がクロスを入れて興梠のシュート、わずかにゴールポストの左。ちょっと牽制しましたね、はい、落とせるかですね。曇りが狙った、やったー、札幌先制、曇りの左足炸裂、これはすごいですよ。前半の10分、残留に向けて大きな1点、曇りの左足、もう横から入ってますからね、これ助走ここに蹴れるんですからね、グーンって落ちてますから、はい、このキックの質と精度は福森選手でしょうね。これはこれはもう三浦選手が逃げていくようなボールなんで、なかなかこれは弾けないんじゃないですかね。ボールスピードもあるので、はい、まあえてこの辺は持たせてると思うんですけど、まあ、重量化したら、はいはい、まあ、どこから行くかですよね、まあ、次のボール持っていきたいんですけど、ここのボールは行きたいですけどね、はい、興梠ワンタッチで金子が抜けてきた、折り返す、ガブリエル・シャビエル、札幌追加点。いや見事ですよ、この崩しは素晴らしいですよ。札幌らしい見事な流れるような攻撃、ゴールになりました。田中選手のサビのボールもいいですし、ここからワンタッチが入ってルーカスが後ろから金子選手に飛び出してますし、中に入ってきたシャベル、もう完璧のイメージを共有だと思うんですよね、はい、まあ、シャベルからしたらやっぱりあのくさびのボールに対しても行かなきゃいけないですし、人はいますけど立ってるだけっていうディフェンスなんですよね。うん、どうしても後手後手なので先に入られてますから、はい、これではなかなか防げないと思うんですよね。やっぱ札幌早いですから、はい、身長の高い選手がそれほど多くないので福森が武器になります。その福森のところ、こぼれ球、田中俊太、決まった、今シーズンの2点目、素晴らしかったですよ、この質は、はい、左手のところですね。そうですね、ここで福森選手が触って、そのこの後ですけどね、ここですよね。あ、どうですかね、田中選手の左、ハンドです、ね、ハンドということになりましたね。あ、ここも奪った、金子、興梠、タイミングを外したんですがという、これはいいんじゃないですかね、山本光介、縦へ、さあ鈴木優太の前が空く、逆サイド松本が入ってくる、一度下げる、後ろから杉本のシュート、菅野が止めた。そしてもう一つ、ロングボールに対してしっかりと戻ることというのはどんな狙いでしょう。やっぱその切り替えのところですよね、はい、キム・ゴンヒ、ガブリエル・シャビエル、クロスが入ってファーサイド、ルーカス・フェルナンデス、こぼれ球、キム・ゴンヒ、オフサイドですね。ただオフサイドの旗が上がっています。少し出てましたかね、ここのここですか、ここの久保選手が蹴った時に前に出てたってことですかね。あ、このキム・ゴンヒのところがですね、はいはい、攻め残っていた久保、でもキム・ゴンヒが前線にいるとこういうプレー生まれてきますよね、はい、セカンドを拾ったらルーカスかわして、うん、左につながった、菅野シュート、ポスト直撃、早いところで捕まえたい、ちょっと危ないですね、リカルド・グラッサ、ちょっと足の裏見せていきましたかね、はい、あー、ただプレーして欲しかったですよね、やっぱりここはやっぱり危ないですよね、足の裏見せて完全に足入ってますから、531ですねこれ。あ、裏を取ってきたルーカス・フェルナンデスが、ナイスボール、ガブリエル・シャビエル、ポスト、ナイスキーパー、金子は行ったが三浦、ここの後の三浦選手の早かったですね、対応が、立ち上がってコンサドーレ、逆空いてますからね、これは苦しいですよ、逆のルーカスへ、はい、トラップがうまい、スパチョーク中に入ってくる、ルーカスへ下げる、もう一度スパチョークに預けて、細かいプレー、さあ裏に抜けてきます、
ボールを残してまだ2人でつなぐ。高峰、取りどころがどこだ。ジュビロ行きたいですね。苦しいですけどね、これは、はい、もちろん。スパチョークが球離れがいい。高峰流し込んだ。最後はディフェンスに当たったか。高峰のゴール、3対0。90分になるところ、この左サイドの、まあ、作りですよね。この高見選手の攻撃力ですよね。ここは良かったですね、はい、この前に持ち出したところ。最後は相手の足に当たりましたけど、はい、ここでターンから味方とのワンツーで抜け出して、このここですよね、はい、この進入は良かったですよね。大津が行きますが、2人目金子翔太、ナイスボール、間が抜けた。小菓子は右足振り抜いて4点目。小菓子は強しの今シーズン初ゴール。ホームの北海道コンサドーレ札幌、 J1 残留へ。いや、この金子選手のスルーパスいいボールでしたし、はい、ここをダイレクトじゃなくてちょっとこう外にこう晒して角度作ったんですよね。ここでダイレクトも打てましたけど、ちらっと中も見てる。でちょっと角度作って、多分自分の打ちやすいところに持っていったと思うんですよね、はい、で思い切り振り抜きましたから、ここでクッと角度作って思い切りニアですよね、はい、足を出します。ここで長い笛、試合終了。 J1 残留を争う両チームの対戦、ホームの北海道コンサドーレ札幌。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications